はい、それでは、皆さん、こういうご時世で、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。実はですね、全然違う話をしようかと思っておりまして、全く無関係ってわけではなくて、この今回のその お話の原稿を作ってる最中には気がつかなかったんですけども、結論を書いたあたりから、結構それはあの今回のものは一つの到達点だなという気もしてきてですね、振り返ってみると随分遠い道を来たもんだということで、私のその知的遍歴的なことをお話しして、その結果としてその今日そのお集まりの皆さんはすでに目を若干は通されていると思いますけれども、その話す予定であったことのテーマといいますか結論に至ったんだということが分かっていただけるようにしたいという、そういうその趣旨のお話でございます。で、今までそのお話したこととか、それからコラムに書いたことが多々出てくると思いますけれども、こういう形でまとまってお話したことは、あるいは書いたことはあんまりないんじゃないかというふうに思います。でご存知のように、私はエジプト育ちで、その小さい時からピアノをやってましたんですが、ちょっとその変わった、その当時としてはですよ、当時まだそのピアノそんなにそのみんなが弾いてた時代でもないし、それからこの帰国子女もあまりいなかった時代においては結構その珍しい少年時代を送ったと思います。でそういうことが広い意味ではその私のものの考え方等々に影響を及ぼしていることは間違いありません。で、日本へ帰ってきて、そんで、そうですね、大学に入って、大学紛争を経験したっていうことも結構大きかったと思いますね。で、その時は、これは前にも書いたことありますけども、結構、人間っていうのは愚かなものだと。で、結構その、自分はよくその、ものが見えてるなと。いうか、そのどうそのケリがついて、その先どうなるかっていうこともある程度見通したっていう、でそれが当たったっていうので、結構その自分自身を持ったっていうようなことがあった。そういろんな意味で紛争は思い出深い、そういうその、ものと言っていいと思います。でその今度はその学部に進学して、その法学を勉強しましたけれども、すでにご存知のように、そのあんまりその私が得意な分野ではなかったということがあって、それともう一つはですね、その法学部 その授業の内容で、法学プロパーといいますか、そういうものは別にして、その憲法は芦部信義さんと、それから小林直樹さんの2人 の講義を受けたんですけども、もちろんその他その政治学の講義なんかも受けてるんですけども、この2人のことが特に印象に残ってまして、芦部さんの方は、どういうことかっていうと、要するに今少し話題になってますけども、アメリカのですね、その最高裁の、判例を縦横無尽に引用されて、日本の憲法解釈論を展開するという、そういうそのはっきり言ってかなりそのおかしなそのアプローチをする先生だったというかのことを、その当時からなんとなくその違和感を持って、その講義を聞いていたことが思い出されますし、小林直樹先生に至ってはですね、これは、同じ世代の人にとっては、よく知られてる人だとは思うんですけども、結構その左がかったことをその、世の中に発信してた先生であって、その案の定といいますか、その憲法の講義の内容も、
そういう意味でなんか偏りが見られてあまりその感心しなかったっていう、そういうその印象を受けました。でその全般的に、教養課程の時もそうなんですけども、法学部も含めて、その向き不向きっていうのはさっき申し上げましたけど、そういうことを向きにしてもですね、あんまりそのいい思い出を持っていないんですね、その大学時代。この紛争は別の意味で大変いい思い出になってるわけだけども、その肝心の、大学で その講義内容についてはあまり、この関心をしなかったということがあります。教養課程の時も折原博っていう先生が、マックス・ウェーバーの研究者で、それでそのマックス・ウェーバーの話だけを、その何の授業だったか、社会学の、 その授業の時に1年かけて1年か1年ん半年か、半年だと1年とか忘れたなというお話をされたんですけども、その大変その情熱的に働いたのは、覚えてますけれども、その、なんでその特定 の、 そのドイツの学者の説でもって、その社会学というものの講義をその最初から最後まで終えなきゃいけないのかということについて、当時非常に疑問を持った、その疑問を思いつつも、そのマックス・ウェーバーなんてあまり知りませんでしたので、せっかくその授業を受けたので、結構そのウェーバーの本は読んだんですね。その時読んで、これはそのクラムにも書いたことありますけれども、その 彼の、 その資本主義の起源論っていうのは当時からそのナンセンスだっていう気持ちを非常にこの持っていましたので、そのこと、そういうこともあってですね、その折原先生の授業は、どんなものかなと、いかがなものかなという、そういうその印象を持ってました。別にそのそういうその、なんていうかな、その、関心しないその授業ばかりではなくて、面白いその授業もたくさんあったことは ありましたけどね。そういうことで、この今度その役人になって防衛庁に、当時の防衛庁に入るんですけども、その、その時その防衛庁に行くことで最終的にその背中を押したのは父親だったんですね。で、この今ものすごく簡単に言えばですね、警察庁に行くかその防衛庁に行くかっていうので、防衛庁に行くことになったのも、結局のところその親父のなんていうかな、プッシュがあったからでありまして、今から考えてみると、 あんまり出来のいい親父じゃなくて、なんですけども、私のそのなんていうかな、かっこつきにした方がいいと思いますけど、知的その、生活にはその大きな影響を与えたということになると思います。要するにその防衛庁に行ったっていうこともそうなんですけども、それ以前からこれもこれまで時々書いてますように、その、とにかくその、この戦争体験を大変楽しそうに小さい時から毎日のように語って聞かせてくれていたので、世上のそのなんて言いますかね、先の大戦観というものと違った大戦観というものもあるということを、その小さい時から物心をついた頃からその感じていた、と。でそういうそのそういう感じ方をさせてくれたという意味では、親父に感謝しなきゃいけないと思いますし、それからそれからそのもう一つ大きいのは、これは親父が本当に読んだのか知らないんだけども、親父結構その蔵書を持ってまして、その蔵書の中に人間学としての倫理学があったということですよね。 だから人間学としての倫理学っていうのは、少なくともその大学時代の時までには読んでいて、でもう最初に読んだ時はよくもわけも分かんないし、そんなに面白いと思った記憶もないんですけども、しかしそういうその
本があるよと。でそういう中で何かそんなにそのよく分からなかったんだけども、閣下こういうことをその和辻、鉄道さんが言っていたなっていうようなことが後ほどずっとその人生の後になってきてその蘇ってきてというようなこの意味で、これはまあその別にその本だけではないんですけども、このそういうその材料をですね、小さい時から自分の周りに置いてくれたという意味では父親に感謝しなきゃいけないというふうに思っています。でというかそのまあ私はその自分の知的生活といいますか知的遍歴を語るほどの存在でもないわけだけれども、そんなお前がそんなことを大ように語ってどうするんだっていうふうにお叱りは、まあ感じしますけども、まあこういう感じでもう少し進めさせていただきますとですね、ボイチに入ったのはいいんですけども、これまたその皆さんよくご存知のように、なんだこれはっていうようなところだったわけです。そんなこと言うとその当時の同僚とかですね、その後輩の諸君はその怒る人もいるかもしれないんだけども、私の率直な印象はそうでありまして、でそのいやその逃げ出すべきかどうかってことは最初の頃からその考えていましたが、結果的にその30年近く勤めることになりました。それで当時からですね、不思議でならなかったのは要するにその戦後日本 その軍事っていうのはむちゃくちゃじゃないかと、にもかかわらずですね、当時その役所に入ったのは1971年ですけども、経済は高度成長の真っ最中で、ものすごくですからその何ですかな、その順調に日本は、歩んでたわけです。でその私にとってその一番その当時疑問だったのはそのこのギャップは一体何なんだってことですよね。で、どうしてその経済はこんなにうまくいってるのに軍事はこんなにむちゃくちゃなんだと。でしかもそれで一見そのまとめてみてもですよ、その一見うまくいってるように見えるのはなぜなんだろうとかいろんなことをその要するにこんなとこにそのずっとその勤めてていいのかっていう、そういうそのこととともにですね、その考えさせられた時代が続くわけです。そのうちその留学することになりまして、ここから先は何て言いますかね、偶然が何度も何度も起こるんですけども、つまりそもそも留学するっていうのも偶然なんですよね。これはその果たしてその自分で手を挙げたかどうかっていうのは未だによくわからないんですよね。とにかくその何が何でも留学してくれっていうような話になったもんだから、それでその留学することにしたと。でしかもそのこれも前にその話したことありますけども、じゃあどこに行くかっていうので、まずじゃあその何をその、何を勉強してくるかっていうのを決めなきゃいけないっていう時に、たまたまその同じ課に、当時の運輸省から出向してきてる人がいて、それで彼がその行政学をアメリカに留学した時にやったんだけども、ビジネスの方が面白そうだったよという話を聞いて、それでその一言でじゃあその経営学をやろうということにしたんですよ。で、経営学をやろうとしてですね、でじゃあその、どの大学に行くかって言うんで、当時私はそのスタンフォードなんて大学をほとんど知らなかったんですね、存在で。ハーバードはもちろんよく知ってたんで、ハーバードビジネススクールっていうのがその一番有名らしいから、じゃあそこにその出願してみようと思って、それで、でもまあその一つだけっていうわけにはいかないので、その、この自分の今までの受験経験から言ったら初めてなんですけどね、複数校に出願するっていうのは。でもまあとにかくそれが鉄則らしいからっていうので、他にも探したらスタンフォードとか
あとはどこだったかな、そうペンシルバニア大学とそれとそのコロンビア大学だったかな、それだけに出願を したんですよね確か。ところがね、その中でそのハーバードだけ、落っこっちゃったんですよ。で落っこっちゃったもんだから、じゃあ次にその提評があるのはどっかっていうんで改めて調べたらスタンフォードだったんで、じゃあスタンフォードに行きましょうってことに、でスタンフォードに行ったんですよ。だからそのスタンフォードに留学したこともそれからスタンフォードに行ったこともあっての偶然なんですよ。留学の方も偶然に近かったと言ってもいいと思います。それでそのそうその留学してですね、結果的にはその生理学科にも席を置いて2つそのデグリーを取って戻ってはきたんですけども、じゃあどうしてその生理学科にもその席を置くことになったかといえば、これも全くの偶然でありまして、一つはですね、一つはですね、そうこのスタンフォードビジネススクールで1年前にそのあれ2年生ですけども1年前に留学してる日本人がいてですね、ご夫妻で、夫妻寮に入っていて、飯に招かれたのかな、私だけじゃなかったんだけど招かれたな。でその時にの話で、彼がこの経済学科にも席を置いてるよっていう話をしたんですよね。でそんなことができなかったっていうんでびっくりして、じゃあその自分もそのどっかにその もう一つ席を置いてみるかっていう気になったんですね。ちなみにその人その先ほど調べてみたらというかその、なんかちらほらと聞いてたんだけど、改めてそのこういう人だったんだと思ったんだけども、いや三枝正っていうんだけれども、結構その活躍してるんですよね。その後もともとはボストンコンサルティンググループで、そのボストンコンサルティングを辞めてか、それからボストンコンサルティンググループから派遣されたのか分かんないんだけど、とにかくスタッフにいて、その後その会社の社長になったり、あるいはその一橋大学のその客員教授になったりして、それからその内閣の参与までってやってるんですですね、そういう人だったんだけども、で、まあ、ちょっとそのあの不思議に思ったのは、ウィキペディアにその MBA しか書いてないんですよね。だからその経済学科に席を置いたんだけども、じゃあそのマスターを取れなかったのかなっていう気がちょっとしたんだけど、まあその、ただそれはその、執筆した人がたまたま抜かしちゃったのかもしれないからよく分かりませんけど、まあ、そういうそのご縁でもってそういうそのオプションがありうるってことを知って、じゃあどうして政治学科にしたかっていうと、これもまた完全に偶然でありまして、この同じ時期にその同じ立場でその政府 その人事制度での留学生で、まあ、事前研修も一緒で、その結果的に同じスタンフォードに来ていたのが、中川康弘っていう科学技術庁の当時のですね、その役人だったんだけども、私よりも相当年は上だったんですけどね。で、彼はその大学で宇宙工学専攻して、まあ、だからこそ科学技術に入ったんだけども、しかしそのスタンフォードでは政治学科に席を置いてたんですよね。置いてたというか、その私はその最初からだから、ビジネス区にも席を置いてたわけだし、彼は最初からその政治学科に席を置いてて、でその彼とも親しくしてたもんだから、じゃあそのもう一つそのディグリーを取ろうとしたらその政府にしようということにしたんですよ。これもだから全くの偶然なんです。その近くにいた日本人 その影響でもってそうしたっていうだけの話で、深く何も考えてない。そもそも留学自体深く何も考えてなくて留学してて、しかもその専攻何するかっていうのも全然その
自分で考えたわけじゃなくて適当に選んで、それでその下の方に行った結果、またその適当にですね、そのもう一つディグリーを取ろうとか、あるいはそのそのそれは政治学にしようかっていうのが決まっていったということになるわけです。でそのそれが結構大きくその後の私の知的生活に影響してまして、どういうことかっていうと、当時もちろんその非常に粗雑でかつ簡単なペーパーですけども、2本のペーパーが関わってるんですね、私が書いた。で一つはですね、でちなみにどちらも政治学科に提出したペーパーです。でそのビジネススクールの方は基本的にはレクチャーで筆記試験を受けるっていう形式ですからね。だからその逆にその政治学科の方は、まあ、その修士課程ですけども、これはそのペーパーだけでその勝負する世界で、だからですからそういうその、その大した長くもないんだけれども、そういうそのまとまったペーパーを書くっていうのは政治学科の方でしか基本的にはまあそのなかったところ、その、もちろんそのたくさんのペーパーは書いたんですけども、そのうちのその2本がですね、その後 の、その私の知的な歩みをかなり決定的に方向付けをしてくれています。でその一つが、その比較政治学の先生に、これはあの阿部ちゃんでしたけれども、に出したそのタイトルは忘れたんだけども、その日本型政治経済体制論のその方がみたいな、要するにそのエージェンシー論でもって、その描けるんじゃないかっていうようなことを書いたペーパーです。で、もう一つがその日系の池先生という先生に出したあの体制抑散会についてのペーパーなんですね。でその前者の方もですね、どうしてそのそういうこのペーパーを書いたのかっていうことになると、これも全く偶然で、当時その一橋大学からスタンフォードビジネススクールに客員教授で伊丹博之さんというのが来ておられまして、彼の管理会計学の意向を聞いてですね、それでその時にその AJ 進路を彼が語ったのが大変印象に残ってまして、でそれでそれをその日本 の、 その政治経済体制を描く時に用いることはできないかっていう、そういう発想のもとにそのペーパーを書いたんですね。で他方その体制抑散会について書いたのは、こっちはこれまたその全くの偶然であって、これも喋ったことありますけれども、たまたまそのスタンフォード大学にあるその、図書館 の、 そのアジア部門で、その書棚を見てた時に目に入ったのがその、体制抑散会の本だったもんだから、それを元にペーパーを書いたんですけども、その時にその、要するにその体制抑散会のその無思想性っていう観点で、ペーパーを書いたんですね。それはその時そこまで書いたかどうか知らないけども、その、ある意味超近代的なそういうその性格なのではないかというふうな気もして、で、なんでこの2つのペーパーの話をしたかっていうと、この2つを結びつけるような、このなんていうかなことを、その後ずっとそのどういうふうに結びつけるかっていうことを考えることにあったという意味で、このかなり私にとっては思い出深い2つのペーパーだということになるわけです。で、さてそうこうしてるうちに2年間っていうのはあっという間に経ちまして、それで日本に帰ってくるんだけども、で、その時にそのさっきの中は、八代の方から声がかかってですね、結構その、ペンネームで、総合雑誌等々に、この、ものを書いたりして、でそのペンネームじゃなくて本名で、彼と共著という共作ということで「日本型経済体制論」っていうこの、
論文をですね、この、本の一つのチャプターを受け持つ形でそれで書いたというようなことがありましたが、その後彼と お別れをいたしまして、その後どうなったかということなんだけれども、その後私の成果としては、私の成果っていうのはおかかりするんだけども、その私の上司の成果なんだけども、私が結構そのサポートをさせていただいた形で防衛関係費の GNP1% 突破っていうのをやって、それも2年度続けてやって、これはその、なんていうかな、その創世紀の日本が全くその、の財政規模が桁違いに小さかった頃を除けばですね、史上初めてであって、その後二度とその破られていないということでは、結構その防衛庁の中で、この後世に残る業績を上げることができたなというふうに自分では考えています。で、その後、そのご褒美みたいな感じで、その、今度はその英国のですね、国防大学に、留学、文字通りその学を止める形での留学ですけども、に行って、これはもう私がその新たにそこでその何かを学ぶってことはあまりなかったんですけども、最近のコラムに書いたと思うんだけれども、この一番その印象に残っているそのレクチャーが、米国のその国家制度っていうのはもう完全に時代遅れであるっていう、そういう嘘のことを語る先生がいまして、なんて人だったか忘れちゃったけど、でそれはその非常にそのなんて言いますか、腑に落ちるっていうか、その感銘深いっていうか、そういうところがあって、いまだにそのはっきりと記憶に残っています。で、じゃあその他に収穫がなかったのかっていったら、それはまあその楽しいことも含めていっぱい、そういう意味では収穫があったんですけども、ついでに言えばですね、これもこのクラブに書いたことあるんだけども、私のそのこの大学校の先輩に、このパキスタンの大統領になったムシャラフがいて、それからその一期後輩に、今のその悪名高いその大国王が今いるというようなことで。そのパキスタンの空軍参謀総長になったのもいるしね、その後、この、もともとその世界情勢には関心あるんだけれども、こういうその人たちとのご縁っていうか、ムシャラフやその大国公は直接会ったこともないんだけれども、なんていうか非常にその身近に感じて、というかですから、タイにしてもですね、それからパキスタンにしても、そういうその国の情勢っていうのが非常に身近なものに感じられ、かつまたその非常にその、あちこちいろんな国にこの、強い関心を、その後も抱き続けるその、きっかけにはなったということが言えると思います。全然雑談になってきたな。もうちょっと知的生活らしい話をしたいと思いますが、で、しかしその頃からですね、日本に帰ってきてから、その頃からですね、そのこれまたそのスタンフォードのビジネススクールで教わったことがずっとその頭に残っていて、その防衛庁がしっちゃくめっちゃかで、経済はそのものすごくうまくいくって、やっぱりおかしいんじゃないかっていうふうに考え出したんですよね。で、要するにそのそういうことを続けていくと、そのこのどうしてそういう論になるかっていうのはちょっと考えていただくと分かると思うんだけれども、日本は脳死するっていうふうにその思うようになったんですよ、その頃から。で、その点にはその、この防衛庁改革からスタートするのか、それともその他の手段を選ぶべきかというようなことを当時から考え始めまして、結局その
防衛庁の中じゃそのダメだと、その要はその変なことを考えてるやつなんだっていうのは、そういう目で見られるようになってですね、このままじゃその防衛庁の中で権力掌握ができない、ならその防衛庁改革もできませんねと。じゃあしょうがないから、しょうがないからって言いますか、しょうがないから、じゃあその外に出て、なんかそのできないかを考えようということで、このたまたまっていうか、まあ、これは自分の方でそのイニシアチブを取ったんだけども、選挙に出ることにしてですね、それで、その当時の民主党から選挙に出たんだけれども、その全然あのお話にならない、まあ、あの惨敗をしてしまったと、小泉旋風もこれやりたい、そういうことであったわけです。それでその後だから、じゃあその、どうするかっていうことになった時に、全然これまた完全に偶然にですね、その選挙に立ち上げたそのブログを閉鎖するのももったいないんで、じゃあその、このブログは続けるかっていうことで続けてた結果が、その皆さんご存知の太田コラムになってしまったと、これ全くの偶然の産物です。それでそのその頃から、その一つはそのだから、その厚木の本のことを思い出して、その人間主義っていうのは日本っていうものを理解するキーの鍵なんじゃないかっていうことを考え出して、その後もう大幅に走っちゃうと、そのそうそうそう、その中共の単次軍事構成に目を向いたっていうところからスタートして、よく見てみると、その日本をその容赦しまくってるって言ってるって、じゃあこれは、ね、何なんだと、そのさっき日本がこの軍事安全保障はむちゃくちゃで、経済がものすごくうまくいったっていうのに匹敵するぐらい の、 その矛盾じゃないかと。またを裂かれるようなことを、その一体その中共当局は何を考えてやってるんだって、そういうこの考え出して、た結果、そのなんて言いますかね、そのいや、それはその論理的にその完全になんて言いますかね、その矛盾はないという、そういうふうに考えるに至って、そういう趣旨のことを膨らみかけ始めたということになります。でそのうちに今度はその、島津斉彬の原稿録という本待って、これは私は自分で買って置いてあったのかな、これも親父なのかな、親父だったと思いますけどね。だからこれも非常に大きいんだな。でなんかたまたまそれ読んだんですよ。でその時にこの、いやこれでもって、その幕末の動きから、それからそれ以降の日本の歩みをその全部、説明できるんじゃないかっていうことに気がついて、それでまあそういう話を絡みを書いたと。でそうこうしてると、その延長線上にその睡魔源がもう立ち現れたわけですよね。というか、その島津斉彬のその言動を通じて、それ以降の日本の歩みっていうものをそのフォローしていくと、どうしてもすぐ杉山源にぶち当たるっていう、そういう感じで彼と出会ったんだと。そのむしろな、その杉山っていう何の名前ぐらいは知ってましたけどね。でそれでまあその話を書いたと、杉山構想と銘打って。でそのうち今度は、じゃあそのそういうその斉彬なんかの考え方っていうもののルーツは何だっていうふうに考え出してきて、それでその聖徳太子コンセンサスでそれを受けたその桓武天皇構想っていうのを思いついてみたっていうことなんですけど、応じてみたら、その聖徳太子コンセンサスの方は、このコラムに書いたように、なんで今までそういう類のことを言った人にいないかと思うぐらい、その聖徳太子信仰っていうのはずっとその脈々と太子が、
亡くなってからその日本史の中をその流れてきていたということも、その不勉強だったものだからその自分としては初めてその知って目を開かされたということがあったわけです。でその聖徳太子コンセンサス桓武天皇構想の流れの中で、その改めて日蓮をその再評価してみてその日蓮主義抜きにしてその、鎌倉中期以降の日本史というものは語れないということに気がついたということになるわけです。でそれはその成明がどうしてその日蓮召集の信徒になったのかっていうそういうその疑問もそれでもって評価したということになることになるわけです。でその何て言いますか聖徳太子コンセンサスっていうものを思いついたてからそのどんどんその話が何て言いますかねそのうまく転がるようになったって言いますかねそういう感じもありましてそれでその改めてですねその遣隋使っていうのは このなぜ送られたのかとでそのものすごくその重大な、事件だったんじゃないかというふうに考えるようになってその考えを今回の この講演原稿の中に反映、することになりました。で、つまりその、文明の岐路だったということですよね。つまりっていうかまずその信濃の方で言うとそれまでのその我々のイメージする儒教とかあるいはその、あるいはあの仏家ですねその牧師のとかあるいはその宗師とかその老子とかねそういうその世界が、ま、その知的世界で言えばそういうその世界ですよねそういう世界があったんだけどもそれがその、滅びたというそういうその受け止め方を、聖徳太子ですムエドのおこの個人を呼ぶときはムエドでお前やどの御子かと呼ぶことにしてますけども日本語って難しいんだよな。でその、あれこれ考えるとその成明はなんかスーパーマンみたいに思ってたんだけどもその上を行くんじゃないかっていうふうにだんだん思うようになったですねその聖徳太子、聖徳太子がいなかったっていう説もあるぐらいだからその、本当にいなかったとしたらその目も当てられないんだけどもだけどその、多分その、虚像部分はそれはあったとしてもですねその かなり多くの部分について、それをその本当に考え行った人として、その中には私が初めて言い出したことも含まれてますけども、そういうその生身の人間が確かにいたんだろうと思うんだけどもそれはまさにその日本史上の最大 その巨人であるというふうにその今回の原稿を書き終えて改めて思いますね。でこの文明を滅亡させた力が日本にその向かって来る可能性があるというその大変な危機意識でもって当時のこれも慌ててそのそれまでのその日本の文明のことをプロト日本文明という名付けましたけども
プロト日本文明を、そういうその恐るべき敵から、守るためにはどうしたらいいのかということを真剣に馬宿のどっちなの、巫女なの王子なの馬宿の巫女なんだろうな、馬宿の巫女は考えたんだろうと、ああいう、とりあえずのその、とりあえずの結論にしていますけれども、で彼が、当時まで得られるその、品関係の文献をその読み漁り、考えたいろんなその仮説を検証すべく、その遣隋使を派遣したのだろうということなんですよね。でその、その結果その仮説がどうもそのもっともらしいっていう結論になって、それの実行を託されたのは天智天皇のうちのね天智中野大江の王子およびその彼の子孫たちが再興したところのその、この復活天智朝の天皇の歴であったということになるわけで、しかしその、それをそのじゃあそのどうやってその、文明を作り変えるかっていうその具体的な方法論についてはそれは桓武天皇が担ったんだっていうのが私の仮説であるわけだけれども、しかしその、その仮説をその肉付けして、しかも それを実行に移していくっていうのは大変な、この、なんていうかなその大プロジェクトであるわけだけども、一体それはその誰がその担ったんだって、まあ、当然その歴代の天皇が担ったんだけども、そんなのそれだけではそのできなかったわけで、そこにその藤原氏の役割があったということになるわけであって、その、結局その全てがですね、全てにそのこの全てに藤原氏が関わっていると。でその最終的なとか藤原 の本家が関わっていたということになるわけで、でこれも前からずっとその不思議でならなかったんですけど、なんでずっとその、藤原氏の中の一つ、しかも一つ の, その家の系統の連中が貴族のその上層貴族を占め続けたんだと。でその幕末まで続くわけですよね。でそれは単にその惰性でそのつあの、この続いたっていうことではないだろうという気はしつつもですね、どうしてか分かんなかったんだけど、こういうふうなその目でもって日本 の, その当時の歴史を振り返ってみると、そりゃそうだなと。こんだけのことを、こんだけのことを、しかもその多大の犠牲を伴いながらそれをやり遂げたわけだから、それはその死死孫孫に至るまでその報われて当然だと。報われても大しての報われてもいないわけで、江戸時代はその貧乏生活をその彼らもやってたわけですからね。だからそれはそうなんだけども、でこれはここそこまでは書いてなくて、そのいずれなんて言いますかね、その、この次のオフ会の時にでもその、要するに平安巻きから始まるところ の, その私の名付けた第一次この弥生モードの時代を取り上げたいと思いますけど、その先もどんどんそのやっていくとすると、その幕末まで来ると改めてもう一回その書くことになりますけれども、この家とその島津家との結びつきっていうのはものすごく象徴的なんですよね。だから結局のところっていうか、実はその、なんていうかな、その大昔の大功績に報いてって、この
こうその摂政関白で江戸時代にもなれば全く何の権能もない摂政関白なんだけど、その摂関家の当主が代々そのこうじゃあ単に育ってたかというとそんなことはなくて、まさにその決定的な時にその決定的な役割を果たしてんですね。再びつまりその島津家とその二人三脚で持ってその、うん、日本のその尊王討伐明治維新それから殖産興業等々その富国強兵この全部のそのレールをその敷いたわけだから、そこでちゃんとその生きてるんですよ。その、功績に報えた座にただただ座ってただけじゃなくて、ちゃんとその責任をそれだけその時代が経ってもですね、その当主たちは果たしたんですよね。この役がまさにその、法華の、この嫡流ですけども。でそのこれはコラムにも書いたけども、成明自身がどうやらその頼朝のその子孫らしいということにもなってくると、なんて言いますかね、その、まさにその 本来の武家の棟梁は俺だというぐらいの気概を、多分その成明は持っただろうというふうに想像されるわけであって、その徳川家なんてのはその、インチキ武家の、棟梁のふりをしてるだけだっていうぐらいの、 その目でもってその徳川家を見てたに違いないということになると、その遡ってもう一度やっぱりその馬宿の御子はすごいなという話に戻ってきちゃうわけですが、それもそう大して時間も経ってないね、まだ1時間も経ってないんだけども、とりあえずこれぐらいにいたしまして、あとそのせっかくそれだけ長いの書いたんで、皆さんその、言いましたと言っても私は信じませんけど、だって私自身その読んでないんだからさそうなんだけども、なんかその絡んで質問とかコメントとか批判とか、も含めてご自由にどうぞ、はい、ありがとうございました